どうも、整体サロン朝日の富士山です。皆さんの体がより快適に動けるように、簡単で効果の高い運動を毎日動画にて配信しています。本日は肩が痛い人におすすめする運動です。肩が痛くてストレッチや筋トレをしてなかなか効果を感じていないっていう人におすすめしたいボディーワークの視点からの運動になっています。本当に簡単にできるので、ぜひとも試してみてください。4つのステップを踏んでもらうことで肩の上げやすさ、痛みなどが変わってくるかなというふうに思いますので、ぜひともやってみてください。それではレッツゴー。さあ行くぞ。はい、それではやっていきます。まずは肩の上げやすさを確認してみてください。右と左で違いはないかどうかを確認していきましょう。今回は左が上げにくかったので左から始めていきます。左の脇の下に右手を差し込んでください。その状態で左肩を左耳に近づけていってみてください。まずは何も考えずにやってみましょう。呼吸はしていますか？どんな感じしますかね。どこから動いてる感じがするかなどを確認しながらやってみてください。終わったらまた肩の上げやすさをチェックしていきましょう。もう一度右手を脇の下に入れて、肩を耳に近づけていきます。その時に右手が新聞紙のようなイメージをして肩をすくめていってみてください。そうすることによって体にどのような変化が出るのかを確認していきましょう。また上げやすさを確認していきます。左肩ちょっと上げやすくなってきましたね。3回目ですね。そのイメージを持ったまま肩を上げたまま左耳を左肩に近づけていってみてください。呼吸はしていますか？吸ってますかね？吐いてますかね？どちらでもいいんですけれども、そういうのも確認しながらやっていきます。次が最後のステップですね。左肩の上げやすさどうなったか確認していきます。もう一度差し込みまして、次は左耳を左肩から離すような感じのイメージを持って行ってみてください。体にどういう反応が出るのかを確かめながらやっていくっていうのが非常に重要ですね。本当に簡単にできるので肩が痛い人とかにはおすすめの運動です。左肩の上げやすさはどう変わるのか。すごい上げやすくなりましたね。以上になります。頑張ったね。いかがだったでしょうか。本日は肩が痛い人におすすめする運動を紹介しました。ボディーワークの視点から運動を解説しましたので簡単にできたかなというふうに思います。ステップとしては1つ目はただ肩を上げてみる、2つ目は新聞紙を挟んだようなイメージをして肩を上げる、3つ目は肩を上げた方に耳を近づける、最後は肩を上げた方から耳を遠ざけるという4つのステップを踏んでもらえればいいかなというふうに思います。たくさんやれば肩の動かしやすさとか痛みが変わるっていうふうに思うかもしれませんが、ボディーワークでは基本頑張らないっていうのが基本となっていますので、そこら辺は忠実にやってください。3回から5回やったら一度休む、そしてまた肩の動きがどう変わるのかを見ていく、それでまた3回から5回同じようなことをやってみるっていうような感じで気長に運動してみてください。皆さんの体が何十年とかかってその状態を作り上げていますので、それをすぐに変えようっていう意識をまずは変えた方がいいかなというふうに思います。
本当にじわーじわーと薄皮一枚剥がすような形で自分の肩が動かしやすくなっていけばいいのかなというふうに思います。そのような形、そのような考え方でやっていくとかなり心が楽になるかなというふうに思います。本当に体が変わる動画をたくさんアップしていますので、肩に関するものはその動画を参考にして見ていただいて、いろんな運動と合わせてやっていただけるとさらに肩が動かしやすくなるかなというふうに思います。なので毎日何でもいいので自分の体に意識を向けるっていう習慣をつけてください。この動画が役に立ったと思った方はぜひともいいねボタンをよろしくお願いします。今後も体のケアの方法について動画を配信していきたいと思いますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた会いましょう。富士山でした。